あの今日あのワン太郎とタカシーと3人でホラー映画見てきたのよ。ホラー映画。そう。で、ちなみに、ワン太郎とタカシーはホラー映画苦手なんだよ。心霊とかホラーとか苦手なんだよ。だけど、ホラー映画見に行くって言ったら来てくれないから、うなぎで釣ったの。そう。一旦先にうなぎを食わせれば、もう映画行くしかないじゃん。そう。だから一旦先に、夕方の15時にうなぎ屋さん予約しといて、さっきうなぎ行こうよって言ったら、いいんですかみたいな。浦和って言ったらうなぎっすよねとか言って、タカシーが興奮して、最近入れたタカシーが興奮してね、鼻水からね、ハーリのタカシーが興奮して、なんか俺毎回浦和来るためにうなぎ、なんか食わしてもらって、おー、先生ありがとうございますとか言って。で、ワン太郎もなんか、久々っすよねとか、いや、久々だよね。3ヶ月ぶりぐらいだよね。そんな乗りますとか言って。ちょっと予約してっからさ、つって。老舗のうなぎは予約してっからさ、つって。ちょ、食いにごめん、つって。で、食って、で、食わせて、で、今日何の映画見るんですかって俺言ってなかったのよ。何の映画見るかとか、伝えてなくて、いや、別に、そんな普通の映画だけど、みたいな。ああ、そうなんすか、みたいな。で、17時ぐらいからだから、つって、まあちょっと時間潰して、行こうよ、なんて言ってて。で、まず先にうなぎ屋入ったんですよ。で、うなぎ屋入って、で、事前に電話入れてって、で、何時くらいに来られますかって言われて、15時くらいに行きますつって、わかりました。つって、行ったんですよ。で、まあ待ってて。まあ一番いいうなぎを3人分ね。そしたら、なんか奥の調理場から、ちらちらちょっと大将がこちら見てるなっていうのは、ちょっと目線は感じてはいたんだけど。で、おかみさんが、こう、いろいろね、お水出してくれたり、お茶出してくれたりとか、いろいろしてくれて、ほんと老舗のうなぎ屋で、まあ、50何年、56年とか続いてるうなぎ屋さんらしくって、ほんと昔からやってて。で、先日土曜の牛でね、すごい混んでたんですよ、みたいな。で、ちょうど俺が予約したのが、昼の部と夜の部の間ぐらいで、休憩の時間なんだけど、予約が取れたんですよ。予約がね。そう。で、もうお客さん誰もいなくて。で、わざわざ開けてくれた感じですわ。だから素晴らしいお店だなと思って。俺初めて行くお店だったんですよ、そこが。普段行ってる浦和のうなぎ屋さんが、ちょうど15時が、休憩時だから、やってなくて、うなぎ屋さんが。だから、ちょっとどこにしようかなと思って、まあ浦和はうなぎの町だから、まあいろんなうなぎ屋さんがあるから、で、バーっていろいろ調べたら、まあちょうどその南浦和の駅のすぐ近くにあったんで、まあそこを電話予約して入ったわけなんですけど、初めてなのにそんなよくしてくれて、で、ありがたいなと思って、ね、お母さんが、まあ、この前も忙しくてね、みたいな。で、もうよかったですよ、今は、つって、もうちょうどお昼の休憩時で静かにね、食べれるんでね、みたいな感じで、まあ気さくに話しかけてくれて、ありがとうございます、みたいな感じで。でもめちゃくちゃいいうなぎ。写真のうなぎですよ。いいうなぎで。パクパク食べまして。まあ、X にアップしました。いつもの、許してくれの画像でございますが、多分見てくれたと思いますが、うなぎを目の前にした二人です。いい笑顔ですね。ポートレートが効いてて、いい笑顔でございます。2100いいね。ありがとうございます。で、うなぎの画像がこちらでございまして。はい。じゃんっていうね。美味しそうでしょ？ねえ、うなぎ一匹丸々という。最近多いって言うんだけど、いや、もともとよう食ってんすよ、好きなものは。ただ、いっぱいウプしてるだけで、やめてくれ、許してくれじゃなくて、ウプやめてくれって言うんだったら、あげません。単純に許してくれファンがいるんですよ。別に見たくない人は見なきゃいいんだけど、許してくれのポストが好きな人がいるの。あれをポストすることで許せねえよってリプしたいやつがいるんだよ。ふざけんなよ、豚死ねえとか、うなぎはダメだろう、骨刺さって死ねえとかって言いたい奴らがいるんですよ。だから許してくれシリーズってやつで、最近毎日食ってるのをアップしてんだよ。まあ、いつも食べてんだよ。いつも好きなものをラーメン食ったり何や食ったりはしてるんだけど、全部あげてなかったわけ。そう。だけど、最近許してくれシリーズに俺もハマってるし、それが好きな人も多くて、リップもいっぱいもらえるから、まあ、毎日食ってるもの、何かしらあげとるっていう感じですね。前はラーメンだけだったんだけど。で、まあ、許してくれっつってこうってあげて。で、まあ、むしゃ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 食べるわけやんか。そしたら、ちょうど食べ終わるぐらいに、その奥の厨房からさ、ビシッとした格好をしたさ、大将が出てきたんですよ。お電話の、ご予約は、市川様でいただいておりますけど、もしかして、石川さんですか？あ、知ってる人かなと。まあ、最近結構、まあさ、配信もそうだし、YouTube の影響もあってさ、お声掛けいただくこと多いじゃないですか。あ、知ってる人かなつって。T シャツ、まあ、俺この T シャツそのまま着てったんですよ。で、さっき帰ってきたんで、
まあ、そのままの格好で今配信してるんだけど、その T シャツ乗り行きラジオですよね、石川さんですよね、あそうですって言って、お久しぶりですって言って、えマジみたいな、初めて行ったうなぎ屋なんですよ、お久しぶりみたいな、え食べたことねえよな俺ここのお店でって、なのにお久しぶりですって、実はんってどこかでお会いしましたって言ったら、その後ろのやつなんですけどって言って、パッてそのまあ俺あの座敷じゃなくてテーブルのが食べやすいから、まあ体太ってるからね、座敷に案内されたんだけどテーブルで食事してたんです。で横に座敷があったんです。で座敷パッて見たら、その座敷の端になんかいろいろなんかこうアイテムが置いてあるんですよ。でなんかそのおかみさんが言うにはいただき物とかを並べてるんですって言ってて、その中になんかいろんなフクロウの人形とかなんかの人形の中に一個だけワンピースのナミのフィギュアが置いてあったんですよ。そうワンピースのナミのフィギュアが、あれみたいな、それなんですって言って、えこれなんですかって言ったら、覚えてないですかって、これ、うん、ちょっと教えていただけるとって言ったら、大将が実は石川さんが南浦和に住んでる時にその引っ越すってなって、家の中のものをリアトツに配ってたのって覚えてますって、今あの埼玉市の方ですよねお住まいはって、南浦和の浦和駅の近くの、まあ、新名っていう町に俺前住んでたんですよ。でそこに住んでる時にもう出るからって言って、家の荷物とかをフリマーみたいな形でよね、そう家の中のものを、そのマクツのものを出したんですわ。それにリアトツに来ていただいたんですって言って、もう7年ぐらい前になりますかって言って、7、8年ですかって、その時いただいたものをずっとお店の座敷に飾ってたんですよね。そうで石川さんですよねって言って、お久しぶりですって、そんなことあるみたいな、その瞬間おかみさんぽか、えうちの息子とつながりがあったんですかみたいな、ご縁ですねみたいな、あらそうなんですかうちの息子がみたいな、普通にだってお客さんだと思ってたから、えーみたいな話になって、そんなことあるなみたいな、えこちらだったんですかみたいな、そうなんですよって、実はねあの時こうリアトツに貸してもらってみたいな、で市川様って聞いてたんで、そうとは思わなかったんですけど、つって厨房の方から見てて、いや絶対石川さんだってなって、実はその時リアドツに行ってこちらいただいてずっと飾ってて、そしたらおかみさんが、そうなんですうちの息子はねこうやっていただいたものをこうやって飾っててね本当にすいませんって言うから、いやいやこちらこそですよって言って、それで俺って分かった瞬間におかみさんテンションバーン上がって、あの豆腐食べますかとか言って、なんか急になんかうなぎを頼んだんですけど、なんか余分なものまで急に出始めまして、そうあのうちで作った豆腐なんですけど、ごま豆腐で牛乳が入れてあるんですよとか言って、なんかあのこれからちっちゃい小鉢になんか手作りの豆腐が入ってて出てきて、その豆腐が死ぬほどうまいんですよ。普通の豆腐と違ってごま豆腐なんです。ごま豆腐にちょっと牛乳が入ってて、豆腐なんだけど、スイーツ寄りの豆腐でプリンみたいな感じなんだよね。そう。で、歯応えがあるんですよ。食感がしっかりしてて。そう。ふわふわっていうよりか食感がしっかりしてるの、本当に。だけど、食事っていうよりかは、食べ物っていうよりかはスイーツ寄り。ご飯っていうよりかはスイーツ寄りっていうところで。うわ、うまーっと思って。で、もう、パッてメニュー取って、これ、ちょっと待ってって言って、お試しじゃなくて食いてえなと思って、メニュー表パッて見たんだけど、メニュー表に載ってないんですよ。そう。だから商品で出してないのかな？そう。お店の手作りの豆腐なんだけど、その、お品書き見てもないんですよね。そう。ええー、っつって。裏メニューかなんかわからないんですよ。でも食べさせてくれてって。そしたらなんか大将が、次、デザートは食べられますかって言うから、いいんですかって言って、いただいちゃっていいんですかってなって、ほんで次はなんか、塩アイスが出てきて。めちゃくちゃ濃厚な塩アイスが。そう。次も出してくれて、小鉢に入れてくれて、至れり尽くせりで、みたいな。いや、すごい、素晴らしいお店で。で、まあ、実際、うなぎも、土鍋でご飯炊くんですよ。だから、時間はかかるんです。来店、要するにお店に入ってから30分ぐらいは、時間はかかるんだけど、そのお客さん来てから、土鍋でご飯を炊いて、ふっくらとした土鍋でご飯を炊いて、七輪でうなぎを焼いて出されるから、まあ、ちょっと時間はかかるんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、そう、ご飯ふっくらしてて、だけども、ちゃんとしっかりその、べちゃべちゃっていうのじゃなくて、食べ応えのある。そう。ちゃんと、ご飯らしさもあるし、うなぎもしっかり七輪に焼かれておりますから、香ばしいところもあったり、ふわっとしてたりもしてて。そう。本当に非常に美味しくて。で、まあ、せっかくさ、大阪から高杉と。で、あと3ヶ月ぶりぐらいに、ワンタロウとも食事だから、まあ、一番いい特上のうなぎを注文させていただいたんだけど、普段行ってるうなぎ屋さんとかに、2000円ぐらい安くて、そう。
波で3000何本で、で、上が4000で、特上が5000くらいで、まあ本当にそれぐらいの、あの値段なんですよ。で、特上とか特特上とかだと、お店によっては本当に7000、8000から万までありますからね。それがまあ、あの5000台で食べれるっていうことで、そう、まあ今うなぎ高いですからね。だけども、あの非常に食べ応えもあって、しっかり1匹丸々入ってましたんで、美味しくいただきまして、ごちそうさまでしたっていう感じなんですけど、まさかそんなところにご縁がみたいな。そしたら高瀬が突っ込んだんですよ。あの周りの高瀬がって、のりちゃんとうなぎ食べに来ると全部の店でリスナーなんだけど、これってどういうこと？とか言って、めっちゃうまいんやけど、どの店行ってもリスナーなんだけど、どういうことなん？とか言って高瀬が突っ込んだ。いや俺もわからないんだって、俺って今日ここ初めてやからねっつって、そういつも行ってるラーのあのうなぎ屋さんはもういろんな配信者連れてってて、結構常連で行かしてもらってるところだから、それ YouTube のチャンネルも登録してくれたりとか、配信も見てくれたりとかして、まあもうほぼリスナーの対象の店なんですけど、今日のところ本当に初めてだから、初めて行ったら南浦和に住んでる時7年前のご縁があったっちゅうので、そんなことあるんやねっつって、じゃあこれまた絶対行かないかわっつって、だからワントローと高杉にはもう、もし埼玉来たらまた食いに行こうねっつって、俺はもう家から20分ぐらいやから、またいつでも行けるけどっつって、そう、いや本当に美味しくいただきまして、ごちそうさまでしたっていうところで、また一つ行きつけが増えたなって。もうとにかくうなぎがうまいんで、うなぎが美味しくなかったら行きたくないけど、めちゃくちゃ美味しい。やっぱ浦和ってうなぎの街ですからね。まあそうすれば外れの店の方が少ないと思うんですけど、外れどころか大当たりでしたんで、まあそういうご縁もあればね、また顔出させていただきたいなっていうふうに思いますけども、ほんでもうなんかもうお腹いっぱいだとか言って、ワントロなんてさ、ところてんだからさ、もう見せてた瞬間にうんこ行きたいみたいな、もうお腹いっぱい、もうマジでうんこ行きたい、どうしようみたいな、で高瀬もお腹いっぱいだよみたいな、本当のうちありがとう、ごちそうになりましたとか言って、いや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 、そんなありがとうございましたって言うから、待って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 、今日映画やからっつって、え、映画みたいな、そうそうそう、今日これ映画ね、うなぎ食べて映画見て、ほんでそれ俺定時やるから、そう、その定時でレビューするその映画を一緒に見に行きたいのがメインだから、ここで俺じゃないよ、あ、映画なんだみたいな、で何の映画なのって言って、そこで初めて聞かれたんですよ。で、いや、まあ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 みたいな、何の映画なの、タイトルはって言われて、タイトルはね、なんかあの子は誰だったっけなって、まあホラーの映画なんですけど、そう、あの子は誰かなみたいな。そしたらマンドルが、うんこうんこって言ったらマンドルがピクってして、知ってる、それ前見たやつだよね。そうなんですよ、ワン太郎、ちょうど1年前にみんなの歌っていう、その呪怨の監督の清水崇監督の最新作のみんなの歌っていうホラー映画見に行ったんだよ。で今回あの子は誰の映画も1年ぶりにその清水崇監督の続編の映画なんですよ。そう、知ってる、それ見た CM で、知ってるよ、あの怖いやつでしょって言うから、そうって言ったら、もうやだ、のりちゃんとの映画、浦和来るたびに怖いのしか見てない。うん、怖い映画しか一緒に見てない。え、今日も怖いやつなのって。怖いやつって。ほんと申し訳ないけど、つって。もう食べたよね、食べたよね、うなぎ食べたよね。はい、車乗って、ブーン、みたい。はい、浦和駅行きましょうつって、シューつって、でも急いで行こうつって、バー行って、ほんで、まあ、チケット発行して。で、俺ちょっとトイレ行きたいわ、つって。ワンタロウに言ったの。そしたら、なんか飲み物買っときましょうかって言うから、そうやねっつって、じゃあ俺のとワンタロウの分で、つって、買っといて、つって、俺トイレ行ってくるから、すぐ行ってくるから、つって。で、まあ、パッパッパッつって財布の中から5000円渡したんですよ。ワンタロウに。そしたら、こんなんありすぎですよとか言って、ワンタロウが言うの。うん。え、こんなん多くないみたいな。こんなにいるみたいな。いや、一応持ってきゃいいんだよ、つって。まあ、だから、まあ、ある意味、釣りは取っとけの意味があったの。俺からすればね、まあ、交通費とかもかかるから、そう、残った分はワンタロウにあげようかなと思って、まあ、釣りは取っとけの意味で、まあ、一応渡しとくやないですか、もう本当にギリギリの金なんか渡さへんや。他人買ったら困るしね。だから一応5000冊が入っとったから、まあ、5000渡して、で、俺、トイレ行ったんですよ。ね、トイレ行って、で戻ってきたら、ちょうどその浦和シネマズが、今日という日はなんかちょっと映画の割引があったのかな、いつも以上に平日なんだけどお客さん結構多かったんですよ。なんでその飲み物とか食べ物を買えるところ、まあカウンターがあるんですけど、結構お客さんが並んでたんですよ。なんでまだ買う前だったのね、ワンタロウが。俺トイレなんか一瞬で出てくるから、そうおしっこだったし、で俺まだワンタロウ買ってないのって言ったら、うんつって、まだちょっと並んでるってから、じゃあちょっとお願いしたいんだけどつって、俺欲しいものあるわつって、ワンタロウに任せてたんだけど、まだ間に合うんだったら俺指定しようと思って、そのマンゴーのジュースを2つって言って、マンゴーのジュース2つねつって、俺えみたいな、2つみたいな、
俺もみたいな、いや違う俺もじゃない、俺が2つ、あーのりちゃんが2つねみたいな、うんみたいな。でホットドッグ、ホットドッグ、さっきうなぎ、うん、ホットドッグねみたいな。あとポテトフライ、ポテトフライ、え、モスバーガーかっていうぐらい、そうポテトフライって言って、あとはポップコーンを2みたいな、な俺とあんたらの分ねっつって、あとポテトフライも分ければいいじゃんみたいな。でつって、どんだけみたいな。でまあまあじゃあそれで頼むよみたいな感じでお願いしたのね。そしたらなんかあのべバーッつってこう順番になってさ行くやんか。でお会計ってなるやん。で俺横にちょこんって見てたんだけど、結局お会計が3680円ぐらいって、そう全部頼んだら5000円渡したんだけど、ほぼ1000円ぐらいしかお釣り返ってこないでしょ。そう、3680円みたいな。で、そのやりとりをワンダローと喋ってて、いや、結局すげえするね、みたいな。5000円めっちゃ多いなと思ったら、すごいするね、つって、そんな食べるみたいな。で、ワンダローに1000円ポットしかないのに、いいよ、お釣り取っときなよったら、いいんすかとか言って。で、そのくだりを、目の前の若い女の子の店員さんがめちゃくちゃ苦笑いで。書いてポップコーン作ってて、そう、なんやこの男二人何やっとるんやろなみたいな感じで、なんかポップコーンこうやって入れながら、あー店員さんありがとうございますつって、バーつって、もう二人でこんな量持ってさ、タッ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 つって、で持って、で、まあ、スクリーンだから入っていくわけです。だけどすごいお客さんいっぱいいて、ちょうど俺が撮ったのが、なんか飛び石みたいなところで、基本的にはこういう風な正方形の映画館なんだけど、なんか横ら辺にさ、4つぐらいシートあるやつあるやん。わかります？まあこれ、全国いろんな映画館あるんだけど、メインがこう四角になって、バーっとこうで席何列も何列もあるじゃんか。飛び石みたいにさ、なんかこの辺にさ、4つぐらいあるやんか。あの4つのうち3つ取ってたんですよ、俺。そう。だから、ここだったら多分ゆっくり見れるやろうな、つって。なんか他に隣とかにさ、お客さんいたりするとさ、めんどくさいんだよ。何が一番めんどくさいかっていうと、くっそ遅く来るやついるでしょ。ね、5時25分って言ったら5時25分に座っとけばいいのに、なんか明らかにもう映画始まってんのに来るやついるじゃん。そう。もう42分ぐらいに来るやついるじゃん。もう始まってんですよ、映画。なのにね、こう来て、なんか、すみません、すみませんとか言って、こうするたびになんか足をこうやってさ、なんかさ、曲げてさ、もう通さなきゃいけないじゃん。ね、すみません、すみませんって作るじゃん。なんかああいうのは俺すごい気が散るから嫌やし。こっちはさ、ただ映画見るだけじゃないんですよ。見て、そのストーリーとか感想も頭に入れて後から夜喋らなきゃいけないから、すっごい集中してんだよ。うん。なんなら、ホラー映画に出てくる怖い顔のやつより怖い顔でずっとこうやって見て、ね、モッチー先生みたいに携帯取り出したらさ、何言われるか分からへんやんか。携帯でメモるわけにいかないから、もう脳みそのメモにこう叩き込まなきゃいけないから、なるほどね、つって。え、これは1992年で、今2024年。時系列はそうなっとるんだな。これ前回の続きやないかとか言いながら、うん、このキャラクターもしかして前回の、ああ、なるほどなるほどとか言いながらこうやって見てるわけです。そう。だから、なんかもう、ビャーって人取られると集中できないから。4人席の方を取って、まあ、そこに大の大人が3人座って、俺ら以外は全員、俺らより年下の、なんか、高校生のアベックとか、若い女の子とか男の子たちが回っていて、いやね、メモ帳に書けばいいって言うでしょ？やったの俺それ。それ。ジブリの、君たちはどう生きるかって映画の時に、その、メモ帳でやったのよ、原始的な。そう、コンビニでこれぐらいのちっちゃいさ、ペロンチョのさ、メモ帳買ってさ、ペンでやったりさ、ペンをさ、買ってさ、メモったの。そしたら、真っ暗の中でメモるやん。何書いてるか分かんないですよ。ダイイングメッセージみたいに。もう全部ぐっちぐちになってて、そう、ぐっちぐちになってて、唯一読めたのが鳥って書いてあった。そう、君たちはどう生きるかになんか鳥出てくるやないか。あの鳥っていうのだけは読めたんですけど、それが読めないんですよ。そう、鳥が何なのかも全然わかんないんですよ。だから真っ暗で文字書くと、意外と全然ちゃんとした文字書けないんですよね。そう。鳥だけは読めたんだけど、まあ鳥はなんとなくわかったけど、つって。そう。だからもうあのメモの意味ねえな、つって。で、逆になんかメモも意外と聞いちるんよ。周りの人とかも音意外とするからね、スースーつって。アオサギやしなっていう。そう。なんでもうメモ取らずに頭の中ぶち込まなあかんな、つって。で、まあ、集中して映画見ましたけど、清水崇監督の、あの子は誰っていう映画を見てきました。清水崇監督といえばね、映画呪怨はじめ、まあ、数々のホラー映画を世に生み出してきた、巨匠でございますけれどもね、インタビューも過去にさせていただいたことがありますが、その、清水崇監督の最新作のホラー映画、あの子は誰という、映画でございます。そちらを見に行きました。うん。で、まあ、ざっくり、まあ、ストーリーといいますか、流れを説明しますと、あの子は誰の前の作品、清水崇監督の前の作品で、みんなの歌という、ホラー映画もあったんです。で、みんなの歌の映画を見ている人だったら、あの子は誰はより一層、
楽しめるのではないのかなと思います。まあ、要するに続きですね。はい、続きでございます。みんなの歌であの話は完結していなくて、その後はみたいな感じで続きになっております。で、みんなの歌を軽く説明しますと、まあ、女の子、まあ、とある町の女の子がいるんですけど、まあ、サイコパスな女の子で、自分の音楽を世に広めたい、たくさんの人に音楽を聴いてもらいたい、魅了したい、自分の世界に取り込みたいっていうような考えを持ってるんです。で、普通に音楽をやってる分にはいいんだけれども、その音楽、その子にとっての音、音楽っていうのが特殊で、その人の最後の音を聞きたい、要するに人が死ぬ時の音ですよね。はい、人が死ぬ時の音を聞きたいっていう、そういう癖を持ってる人なんですよ。だから学生なんだけど、学校の屋上から友達を突き落としてみたりとか、そう、人を殺してみたりとかっていうところで、その音を当時のそのカセットテープに音を入れるんですよね。そう、音を入れると。で、その入れたそのカセットテープを、あのラジオ局だったかな、ラジオ番組だったかに送って、そのテープを聞いた人が呪われていくっていうようなストーリーなんですよ。で、みんなの歌っていうタイトルで、その女の子が口ずさむその鼻歌みたいなのを聞くと呪われちゃいますみたいな、ちょっとまあこう、あのリングとかに近いところもありますよね、設定はね。そう。で、結局最後、そのみんなの歌はどうなったかっていうと、まあオチとしましては、最後自分の音も入れたいと思ったんですよ。うん。要するに自分が死ぬ時の音もカセットテープに入れたい。その音を自分も聞きたい。人を殺して音を聞くばかりじゃない、自分の死すらも音にしたいと思ってしまって死ぬんだけど、その死に方ってのもえぐくて、なんと自分の両親に自分を殺させたんですよ。そうなんです。要するに部屋にこもって、なんか掃除機がなんかのコードを引っ張ってきて、自分の首にくくって、でドアがなんかで吊るんだけど、それをお父さんお母さん引っ張ってって言って下から引っ張らせて、両親に自分を殺させるっていう、そういう終わり方をしたんです。で、うわ怖いね、えぐいね。で、みんなの歌ではそのカセットテープがなんでできたのかっていうところを掘っていくわけですよ。そしたら、ある時代にこういう女の子がいて、こういう癖を持った女の子がいて、で、その子はそういう音が欲しくて、そうやってカセットテープを作ったんだと。このテープを聞いた人は呪われるんだってなって、探偵はじめ、その出てる、いろんな人たちとかがこう解決に走っていって話終わるんですけど、で、まあその続きです。はい。あの子は誰っていうのは。で、まず先にその感想なんですけど、さすが清水崇監督だなと思えるのが、まあ、映画時間、その2時間もないぐらいの映画ではあるんですけど、飽きさせないように、ピンポイントでここが怖いとか、ピンポイントでここが怖いとかではなくて、結構まんべんなくホラーシーンを散りばめています。 なんで、まあ、見ててもだれるなーじゃなくて、その、まあ、ホラーってストーリーちょっと難しいんだけども、飽きさせないように、そのどん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 ポン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 細かいホラー要素、驚かせる要素っていうのをこう散りばめてるっていう感じでございます。で、そのホラーっていうのも、その今までのそのホラー映画、日本のホラー映画の金字塔って、リングラセンとか呪怨だったり、着信ありだったりするんですけど、まあそういった昔のベタの怖さもありつつも、その新しい怖さっていうところ、そう、我々のその生活に関わってくるようなところっていうのにもちゃんとしっかりとこう触れられていたのかなというふうに思います。はい、 CM なんかね、例えばゲームセンターでホラー要素があったり、ゲームセンターでホラー要素とかね、どこどこでホラー要素みたいな、ゲームセンターってやっぱ若い子行ったりすると思いますけど、ゲームセンターの UFO キャッチャーで、ホラー要素を作ってみたりだとか、持ってきてみたりだとかっていうところで、意外と新しいなというふうには感じました。まあ、井戸から出てきて、うわーじゃなくて、まあ、結構日常的な感じ、今風な感じで、怖さを見せてくるので、まあ、新しいところにも挑戦されてるのかなっていう感じはします。が、反対にですね、挑戦してる感もあるし、面白いんだけど、やっぱその、まあ、俺今年39になります。リング呪怨とか、着信あり、ほの暗い水の、そこからで、ね、育ってきたタイプのホラータイプなんで、ちょっと怖さは半減するよね。ゲームセンターでホラーって、なんか、ね、ゲームセンターだしね。あと、まあ、その、今に合わせた怖さ、ホラーなんで、まあ、物足りなさはちょっとあるのかなっていう感じなんだけども、まあ、だけど、まあ、昔のね、オマージュばっか作ってても面白くないんで、
すごい挑戦できていいなとは思ってます。で、やっぱ前回のみんなの歌が、基盤となってるので、前回を見た人だったらストーリーがスッと入ってくる。まあ、ところどころちょっと頭をひねって、これ何なのかな、何なのかなって考えるところはあるんだけども、まあ、前回を見てる人だったら、まあ、話も難しくもないので、ちゃんとそのホラーに集中できるかなっていう。あんまり話が難しいと、考えなきゃいけないんで、ちょっと怖さが置いてけぼりになったりするんだけど、まあ、わかりやすくそのテープの呪いっていうところですから、面白かったかなとは思います。はい。見やすくなってます。で、ホラーレベルはどうかっていうところなんだけど、ホラーが苦手な人はやめた方がいいと思う。しっかり怖いです。はい。YouTube に上がっているような特報とか見てると、なんかチャッチそうだなとか、怖くないかもと思うかもしれないけど、やっぱ心身一つ一つ取ると、ちゃんと怖いです。ちゃんと怖いし、いや、これはどうなんて思うところはある。それは、また後でちょっとネタバレビューの時に話しますけど、切り替えてね。ちゃんと怖いところは怖いので、怖いの苦手な人はお友達と行ったりとか誰かと行ったりした方がいいと思う。一人で見るのはちょっと難しいかも。うん。で、なんでそこは怖いかっていうと、なんかみんながイメージするホラーってなんだろう、貞子とかいうのかな。はい、お化けじゃなくて、その清水崇監督が作るそのホラー映画って人間的な怖さなんだよね。前回の時もそうなんだけど、お化けよりも怖いのは、そのお化けの両親だったりとかするのよ。で、ここちょっとネタバレ入るんだけど、やっぱ前回のお家が引き継がれてる。あの家が結局呪いになっていて、今回の、登場人物とかも、その呪いを追いかけていって、その家に行くんだけど、その家の中の日常会話にもやっぱ怖さがあって、すっとこう、家庭訪問みたいな感じで学校の先生が入っていくんだけど、その両親がいるんですよね、その家にね。もうそこの時点でおかしいんですよ。そう。一応、メインは2024年の話なんだけど、その前作では1992年とかそれぐらいなんですよ。なんでもう20年以上経ってるんだけど、いるんですよね、家にね。で、見えちゃってるわけですよ。主人公はそれが見えちゃってるわけ。で、家庭訪問みたいな感じでお話ししていって。で、でもおかしいところに気づくんだよね。それ何かっていうと、お父さんが、もうばあさんは死んだのか？あら、あなたは知らないのね。そうよね。奥さんですよ。いつも外仕事してるものねって。おばあさんにも見せたいよねって言って、自分のその妊娠してるお腹をさすってるんですよね。そうだなーって言って、会話してる。で、主人公の女の人、学校の先生が、そっと立って、じゃあそろそろ失礼しますって。なんかちょっと違和感を感じたんだよね。失礼しますって帰ろうとしたんだよ。そしたら、ばあさんは死んでないよな。そうね。あなたはいつも昼間出かけてるものね。ん？その会話聞いたぞ、さっき。つって。そしたら、おかしいなって思うから、主人公の女の子は、失礼しますって言ったら、おい、ばあさんは死んだのか？そうね。あなたは知らないものね。って言って、ずーっとエンドレスですごい表情しながらずっと会話してるんですよ。で、奥の襖におばあさんがいるんだけど、そういうような感じで、お化けでうわーっと脅かすんじゃなくて、そういう会話とか表情とか人なんだけども異空間みたいなのがあって怖がらせてくるんですよ。不気味な感じなんですよ。じわ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 。最初なんだろうな。でもちょっとした違和感に見てる方も気づくわけよ。そしたらもう引き込まれていって、そういうことかみたいな。そう、もう呪いのお家だからっていうような怖さもあったりとかしてて、あ、幽霊的なものも出てきます。出てくるんだけども、それだけじゃなくて、その出ている方々、出演者の人たち、そう。の人たちの顔の表情とか、トークとか、トークとか、お話とか、そういう動きとかで、怖がらせてくるんですよ。だそういうところが作り込んでるなと思うんで、ただ、うわーっと脅かすお化けじゃなくて、人の怖さも見せてくれていますので、これはやっぱりその、ホラー苦手な人は、厳しいかなっていう感じ。俺は別に全然大丈夫なんだけど、ホラーとか全然見れないですっていう人は、厳しいかも。で、ワンタロの表情を見たら、ずーっと毛利小五郎みたいな、こうやってもう目隠してたの。寝てたの。毛利小五郎みたいになってた。もうなんかコクンってなってて、もう見れない見れないって下見てた。もうこれ怖すぎるって言って。そんな風になってましたからね。高杉は後ろなんでちょっと振り向けなかったんで、どういう風に見ていたかわからないけど、ワンタロはめっちゃ怖がってました。もうこれ無理みたいな。これ前作の続きのやつやーみたいな。なので、そのお化け要素もあるけど、その人の怖さっていうものもあったりとか、その会話でビビらせてきたりとか、あと効果音とか、カメラのね、その回し方、そのカットシーンなんかもそうなんだけども、やっぱ清水崇監督らしいところが入っていて、ちゃんとホラー映画になっていながらも、ただただ昔を引きずってる感じではなくて、その令和のホラーっていう形で新しいものを取り込んだりとか、
してるのかなっていう感じはします。ただそのカセットテープの呪いっていうところで、そういうところはちょっと古臭くていいかなっていう感じがします。なのでうまく融合されてるなっていう感じです。で、あとあのただ怖いだけじゃなくて、最近のホラーってちょっと同情するようなことがあるじゃない。例えばなんか女の子が呪われてとか、女の子が悪いやつで、でもその女の子も過去にすごいしんどいことがあって、例えば村八分に会いました、いじめられてました、その子が、そんな子がなんか呪いになってしまいましたみたいな感じで、最後まで見るとちょっと女の子もかわいそうかなっていうふうに思えるようなストーリーよくあるでしょ、いろんなところで、いろんな作品でね。そういうような感じで今回もなんかちょっとそういう風に思わせるようなところもあったりして、ただ怖いだけじゃなくてちょっと同情できるような、あ、なるほどこういう悲しいことがあったんだっていう、ね、っていうところも清水崇監督のいいところかなと思いますけど、ただ今回はその同情はここ最近の作品では一番小さかったかも、しっかり悪いかもしれない。出ているいろんな登場人物はかわいそうだなと思うことはあるんだけど、その霊本体に関しては結構しっかり悪いやつな気がしますけどね、俺はね。だってそもそもそいつ人が死ぬ時の音を聞きたい、最後自分が死ぬのも両親に殺させるっていう、だいぶサイコパスで癖が強いんですよね。そうで今回もしっかり悪いんですよ。なので牛首村とかああいう樹海村とかあるじゃん、ああいう何々村シリーズに比べるとちょっと同情は小さいかもしれないです。しっかり悪いです、あ、しっかり悪霊ですっていう感想ですかね。まあ点数つけるなら80点、まあ見やすいし、そんなだらだら長くもないし、ストーリーも前回を引き継いでる形になりますんで、前回から見ていればあのすごい話も分かりやすいし、気づけば終わってるかなっていう感じなので、悪い評価ではございません、クソ映画では全然ないのかなっていう感じです。はい、以上が僕の点数なんですけど、まあここからはちょっとネタバレビューということで、聞きたくない人はミュートにしていただくが、ちょっと離脱してほしいんですけど、内容の方に入っていきますので、じゃあなんで20点を減点したのかというところで、まあ、前作見なくても楽しめる、まあ、前作見なくても見れます、そのカセットテープの下りとかもありますんで見れるんだけど、やっぱ前作見た方がより楽しめるかなっていう感じではある。で20点減点の理由なんだけど、まあ、さっきも言ったゲームセンターの下りなんだけど、ネタバレになりますよ、先に言っときますけどね、あの幽霊たちがプリクラ撮ったりするシーンはちょっといらないかなとかね、なぜそれを撮ったのかよく分かりませんけど、まあ多分そのもともとはそのカセットテープの女の子が自分の世界に引き込みたいというのがあるから集合写真を撮ったんだろうけど、プリクラの機械の中に幽霊たちが一人一人入っていって、最後パシャって言ってなんかこう記念撮影するみたいなワンシーンはなんかちょっとまあ怖さではないよなみたいな、これなんでやったんやろなっていうところもあったりとか、あとはなんかその他もそうだけど、ちょっとやっぱ清水崇監督らしいっちゃらしいんだけど、ここのストーリーなんだろうな、うんだろうなっていうところもあったりもするんで、つながりがちょっと分かりづらかったりとかで、ここあらすじでございます、ストーリーになってくるんだけど、今作はどうかっていうと、その前作ってその悪い悪霊の女の子って兄弟なんですよ。でお母さんなんでお腹さすってるかっていうと、弟がいたんですよね、お母さんのお腹の中に弟がいて、でお姉ちゃんが悪霊で、お姉ちゃんが最後両親に自分を殺させて首吊って死んだんですよ。だけど世間では両親が殺害したっていうニュースになったんですよ。そんなやつなんですよ、娘。悪いやつだよね。あの自分が死にたくて音聞きたくて両親に殺させたのに、でもそれは世間様は両親が惨殺した殺害したっていうニュースがわーって流れるんです。本作はとある、女の子が出てくるんだよね。そう、渋谷さんって人だったかな、なんか SKE かなんかかな、うん、有名な子なのかな、まあ、俺はちょっと知らなかったんだけども、可愛らしい女の子が出てくるんやけど、その子が、まあ、彼氏と待ち合わせするって言って駅で待ち合わせしてんだよ。で向こうから彼氏がこうわーって歩いてくるんだけど、その歩いてくる彼氏がバーンって車にひかれるんだよね。でバコーン飛ばされて、そうで自分の前で彼氏がひかれて動かなくなっちゃう。そうで動かなくなっちゃって、その大丈夫大丈夫っつって誰か助けてっつって、その引かれた彼氏をこう助けて助けてっつって周りにこう助けを求める。でそこにもう一人なんか女子高生の女の子がいて、で女子高生の女の子の方に吹き飛ばされてきたわけですよ、その彼氏が。で一番最初にその女子高生が大丈夫ですかって言って、で彼女がバー走ってきて大丈夫ですかみたいなところから一応ストーリーは始まるんです。でそっからなんかその前作のその悪霊の女の子の鼻歌とかが聞こえてくるんですよ。で彼氏が吹き飛ばされた、結局彼氏は死んでなかったんです、まあ、植物人間のような感じで、まあ入院するんだけど、その
彼氏を看病した最初にまあ見つけたその女子高生っていうのがその前作で、その悪霊の子が通ってた学校の後輩になるわけですよ。同じ学校だったんですよね。彼氏が惹かれた現場に出くわしたその女子高生っていうのが同じ学校だったんですよね。同じ学校で、で、まあ、学校通ってるじゃんか。そしたらなんかあのふん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 って言いながらピアノが聞こえてくるわけです。そしたらね、その学校のピアノにその悪霊がねこうピアノ弾いてるわけですよ。そう、ピアノ弾きながら鼻歌歌ってる。でそれがその女の子は逃げたんですよね。その2024年のその要するに後輩になるわな、今の在校生の子は見えるわけですよ。あ、でも普通にしっかり見えてる、別に幽霊じゃないですよ、普通に生徒なんですよね。で一緒に鼻歌を歌ったりとかして仲良くしてるんだよ。でその彼氏が引かれてしまったその女の子主人公っていうのは、その学校のそのクラスのその女子高生がいるそのクラスの担任の先生が、まあ、妊娠で産休にありますって言って、担任できないから代わりに、担任になった先生なんですよね。そう、そしたらあっつって彼氏の時はありがとうございますってそこで出会うわけですよ。うん、彼氏が引かれた時にありがとうございますって助けてくれてありがとうって言って、あ、ここの学校の生徒だったんだ、逆に先生だったんだみたいな感じでこう出会うわけですよ。うん、同じ学校でね。でそっから不可解なことがいろいろ起き始めて、こうプリント配るんだけど、先生プリント一つ足りませんみたいな。そしたらなんで一つ足りないかっていうと、女子高生の後ろに、まあ、もう一人いるんですよね、女の子が。でそれがその悪霊の女の子だったんですよね。悪霊の女の子がまだ学校に取り付いてるっていうような感じかな、うん、分かりやすく言うとね、生徒としてね、うん、で先生プリント足りませんみたいな、あれもう一人生徒いたっけみたいな。でも配るわけですよ。だけど普通に生徒として学校にずっと取り付いてるから、なんか若い子ってやっぱ幽霊見えるからね、うん、成仏してないんですよ。あれもう一人生徒いたっけみたいな。でもなんかこうしっくりしてるんだよな、うん、だけどあれみたいな、まだいるみたいな、誰だろうねって、だんだんみんな怪しみ始めるんですよ。あの子誰なの。でタイトル、あの子は誰になってるじゃん。そう、あの子は誰にね、だから生徒はみんな生徒だと思ってるわけですよ。だけどみんな各々にちょっと違和感があるんだよな。でもそうやって意識をし始めたら、もうその悪霊の思うつぼで、まあ、徐々に殺されていくんですよね、順番にね。まずはその幽霊に悪口を言った女の子が、あの学校の屋上からね突き落とされたりとか、まあ、そうやってだん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 その亡くなっていくわけですよね。そこで気づくわけですよね、何かあるなって。だけどその主人公の先生は、その彼氏が惹かれた先生は、なんで自分がこういうことに巻き込まれたかわからないんですよ。別にカセットテープを聞いたわけでもない、呪いの歌を聞いたわけでもない、なのになんで自分の彼氏はバーン惹かれてこんなことに巻き込まれてるんだって。でも後半に分かってくるんです、その彼氏が誰なのか。最初に言いましたよね、その悪霊のお母さん身ごもってましたよね、弟。そういうとこなんです。そこにその前作とのつながりがあって、そうお姉ちゃんは自殺で死んじゃったんだけど、弟は生きとったんですよね。そうだけども、両親は犯罪者扱いを受けて、もちろんとっ捕まるし、家族バラバラになるわけです。だからその弟っていうのは施設に預けられる、施設に預けられるんだけど、両親が犯罪者扱いです、世の中では。だから名前変わってるんですよ。その前作では年男って名前なんだけど、その彼氏はもうね、名前違うんです、施設の子になってね、なんなら養子だから気づかなかったんですよ。だけど細かいところに伏線があって、その彼氏がこうやって寝てる、そう、年男っていう名前なんですよ。年男なんだけど本作では違います、両親でバラバラやからね。植物人間で寝てる時もその枕元のところに箱があるんだよね、その彼氏が大切にしているものが入ってる箱、パカッと開けると画用紙があって絵が描いてある。その絵もその前作の時に首吊った悪霊の家の階段の絵が描かれてるんですよ、家の階段の絵が。でもそこに最初は分からない、なんでその絵があるんだろうなっていうのを最後分かってくる、あ、弟だからねっていう。で、あ、なるほど、だから呪いがこうやって伝わってんだ、伝染してんだってなるわけですよ。そしたらカセットテープの呪いを暴かなきゃいけない。そうなると前回出てた探偵のマキタスポーツさんに、アポを取るわけですよ。助けてくださいって。そしたらもうマキタスポーツは嫌だって、関わりたくない、そりゃそうだ、呪いのテープのこと全て知ってるからね、あんなん聞いたら呪われるぞお前らって、やめとけって、関わりたくない、でも本当に助けてくださいって、なんとかしなきゃいけないんですって。そしたらもう分かったっつって、マキタスポーツがずっと預かって持っていた、隠していた悪霊が持ってたね、自殺したその女の子が持ってたカセットテープレコーダーとカセットテープを持ち出したんですよね、これだっつって。そしたらビーってやると1992年〇〇、その悪霊の声が入ってるんですよ。悪霊が
名前を読み上げるんですよ。名前を読み上げた人はみんな死んでってるんですよ。で、要するに20年前の話ですよね。そしたらね、最後の方にね、ピーッつって、カチャッつって、違和感ある。本当はそこでテープは終わってるんですよ。だけど、2024年っていう、まだ続いてたんだよね。92年で終わったはずのその呪いのテープが、なんと現代になって2024年。ってなって。そしたらそのマキタスポーツ、探偵はいいんだよ。こんな続きはなかったぞって。どうなってんだこれって言って。まだそのテープの呪いは解けていなかったっていうのがわかる。で、歌を聴いてた人たちの名前がそのテープに入ってるから順番に殺されていくっていう。っていうところで、まあ本作のメインのところが入ってくるんですけど。まあうまくできてます。うまくできてます。で、まああまり全部言っちゃうとあれなんで。その最後のシーンがありましてね。タイトル、あの子は誰なんですよ。あの子は誰って、そのクラスの中に幽霊がいて、その悪霊がいて、もう一人いるよね。まあ、そのさっきのプリントじゃないけど、もう一人ください。先生一枚足りないですよ。いじめですけど、みたいな。んみたいな。それであの子は誰だけじゃないんだよ。だけじゃないんだよね。一番最後にね、エンドロールの後にね、その悪霊がずっと弾いていた学校のピアノに、ぼわーっと女子高生が映り込んで、最後終わるんですよ。終わるんです。でも、それが誰なんだろうっていうので、多分一番最後にあの子は誰だ、誰って入ってくるんだと思う。きっと俺はそう思う。そこなんだと思う。で、なんであの子は誰、いやその悪霊でしょで済むじゃん、この話聞いてたら。いや、あの悪霊じゃないって。いや、そんな誰もクソもみたいな、悪霊じゃん。でも悪霊じゃない可能性があるのはこの映画なんですよ。その映画館で見ていただいたら分かるんだけど、これいろいろ考察ができて、悪霊じゃないかもしれないです。新たなる悪霊が出てきてる可能性があるんですよ。それは、その映画のストーリーで、殺され方とか死に方で読めるんですよ。これもマジで見てほしい。これ言っちゃったら面白くないんで。それを考察させてくれるのが最後、その悪霊が弾いてたピアノ、ガタンって公務員さんが閉めるんだよ。そう、ピアノをガチャンって閉めた時に、そのピアノの側面のところにブヤーって映ってる。これが誰なんだろうな。まだ霊は終わってなかったって。公務員さんじゃないか。用務員さん。失礼しました。で、前回の続きなんで、もう一作あるかもしれないね。でね、その、彼氏がバン引かれた時に助けてくれた女子高生、オリアン、最初に言った。そう。その子は、悪霊 A を見えてたじゃん。一緒に鼻歌歌ってて、ピアノも弾いてるじゃん。で、まあ、そのシーンでね、そのストーリーの中で、その子の中に悪霊が入っちゃうようなところもあるんだよね。なので次の例はその子なのか、それとも悪霊はまだ払われていないのか、それともってところでいっぱい可能性があるんですよ。いっぱい可能性が。でもこれ以上は言わない方がいい。いや、全部ネタバレしたら面白くないから、ある程度の流れは説明しましたけど、あらすじはね、最後まで見てほしい。エンドロール終わった後もね、みんなの歌を見てから行った方がいいかも。だ、どこが一番怖かったかは言うわ。悪霊でもない、その悪霊 A でもない、両親の気候でもないんだよね。その悪霊が、まあ、ここちょっとネタバレ入りますが、悪霊が殺したおばあちゃんが一番怖いです。おばあちゃん介護してるんよ。そのおばあちゃんの死ぬ声が聞きたくて、音が聞きたくて、その悪霊 A は人だった時に自分で手をかけるんだよね。で、なんかこうおばあちゃん自分で動けないから、おしぼりでこうやって拭くやん、水絞って。このおしぼりを顔に当てて窒息で、窒息死させるんだよね。そう、そのおばあちゃんが幽霊になって家の中徘徊するんですよ。めっちゃ怖いっす、それが。そう、息してんだけど、ここにバーンっておしぼり当てがわれてて顔見えないんですよ。だけどここがパコパコってすんだよ。で、空気吸おうとすんだよ。で、こうやって動いてて、なんかトイレガチャッと開けたらこうやっていて、グワーンと来て、こうやって出てくるんだよ。あれめっちゃ怖いですね。あれはよくできてる。あれ見た方がいい。多分それが一番怖いです。苦しそうにしながら、ふーとか言いながら言って。だけど、最後顔見えるんだけど、あれせっかく怖かったのに、なんで顔見えるかっていうと、おしぼりおばあちゃん食べるんですよね。あれはマジでいらなかった。なんかポロンって取れればよかったのに、シコーシコーって言ってたら最後、シュワッつっておばあちゃんおしぼり食べるんですよ。そしたらおばあちゃんの顔がボヤーって出てくるんだけど、それはいらんだろうと思って。いや、見えない方が良かったよね、あれだったらね。見た人ね。あれなんで食べたのかなと思って、おしぼりを。ずっと息吸おうとしてんだよ。吸おうとしてるから、その、って吸ってて、そのおしぼりがシュコって口の中に入ってパクって食べちゃう。
ほんでおばあちゃんがウェーッとこう出てくるんだけど、あれいらないね。あれは見えないままこうやってうろうろしてた方が怖かったよね。あれ清水監督やるんで、そういうのやるよね。なんかそのね、なんかおばあちゃん怖いよね。おばあちゃんとかお母さん怖いね。お母さんがね、かなたのすっぴんとそっくりなんだよ。ニコ生主の女性配信者のかなたにそっくりだよね。めちゃくちゃ似てんだよ。だからかなたファンはぜひ見てほしいんだよ。めっちゃ似てる。その悪霊 A のお母さんが体にそっくりなんですよ。ちょっとこう目のつり上がった感じで不気味な顔なんですけど、いや、いい女優さんだなと思いますよ。めちゃくちゃね、あの顔に力ある。いや本当にいい顔してる。ホラー映画に適してる。お父さんはね別に大したことないんだけど、お母さんは怖い。うん、めっちゃ怖い。とあるシーンがあって、学校の先生があの学校の中をなんか戸締まりとか確認するためにうろうろしてんだよ。そしたらなんかその母さんが、その先生がねトントントンで廊下歩いて階段上がっていくの。そしたらカタカタって後ろに落とすの。そしたらね、なぜか学校にお母さんがいて、お腹こうやってやりながら、私の赤ちゃんどこなのとか言いながら、そのすごい表情のお母さんこう言いながら、私のとか言ってなるのは怖い。あれは素晴らしい表情してると思う。本当あのお母さん超重要。素晴らしい女優さんとかもありますし、もういっぱいあります。だからおばあちゃん、お母さんめっちゃ怖い。なんならあの悪霊 A より怖い。悪霊は前作の方が怖かったよね。やっぱり最後の吊るシーンね、両親に殺させるシーンがめっちゃ怖いんで、あれが一番怖かったけど、今作は悪霊 A よりもどっちかっていうと他の登場人物の方がインパクトは残ったのかなっていう感じはしますね。ジェネレーションズの人出てたの気づいて、いや気づかなかった。前作から出てる人いますよ。学校の校長先生とか、あれも怖かったな。あのシーンもね、校長先生が部屋にいて、部屋っていうか教室か、教室にいて、その教室の外の廊下をブワーって幽霊が来るんだよね。だけど最初教室のドアのところ通ったらいるんだけど、そこすり抜けて窓のところになると上がなくて足だけあって、でさらにそこ通ると足の数が増えててみたいな、えみたいな。あれはよくできてるわ、怖い。そうで、しかも教室のドアあるのに悪霊が教室の下の小窓みたいなところから出てくるんだよ。いやいや、ドアから入れやって突っ込みたくなるの。なんで教室のドア開けて入ってこねえんだみたいな、なんでわざわざ下の低いところから来るねんとかいう、なんかちょっと突っ込みもしたくなるような発想。やばい。いやだからよくできてる。うん。であとあのゲームセンターのシーンも見てほしい。これは今ちょっと面白いし、よくできてるなって、怖さもあるなっていう、なんでこのシーンを作ったのかなっていう謎さもあるし、プリクラだけじゃないんだよ。プリクラだけじゃなくて怖いシーンがあるんで、っていうような感じで、ほんといろんなところにほんと飽きさせないようにポン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 ホラーシーンがあるんで、ぜひぜひとも、まだまだ映画館でやっておりますんで、清水崇流の嫌がらせホラーの詰め合わせ映画らしいよね。でも全然あのお金払う価値はあるのかなと思うけどね。ただ前作から時が経ってるわけじゃん、2024年で。お父さんお母さんも年を取ってるわけですよ。ただカツラとかその辺がチープすぎて、もうちょっと作り込んでほしかったなってのもあるよね。いや、ドンキで売ってるカツラかいみたいな、ただ白髪混じりのカツラかぶっとるだけやないかいみたいな、そういうなんかちょっとビジュアル的なところはもうちょっとしてほしいなって、ちゃんと老けさせてほしい。うん、いやいや顔同じやみたいな、髪の毛変えとるだけやみたいな、白髪混じらせただけやみたいな、金かけてくれそこはっていう、特殊メイクとかあったやろみたいなところはあるかな。ただ清水崇監督もほんと毎年のようにホラー映画の最新作を出してくれてるんで、そこはもう評価ですよね。うん、全然書いてくんない、作ってくんないじゃないから、うん、ほんと毎年のようにいまだにホラー映画を世に出し続けている。もうワンピースみたいなもんだよ、清水崇監督ずっと作ってるからね。これはほんと拍手ありがとうございます。もう清水崇監督が作ってくれないと見れるホラー映画ないっすわ、お金払って。もうわけわかんないホラー映画はいっぱいあるよ。なんかね、外国とかのやつあるけど、やっぱり日本のそう和のねホラー映画見たいんで、ほんと清水崇監督ぐらいですよ、いまだに挑戦し続けて作ってくれるの。だからまあ多少ね賛否はあると思いますけど、でもめげずにね、めげずにというかもう全然自分らしく作っていただきたいなと思います。 R20 の作品あんま好きじゃないんだよね、そういう R 指定の作品ね。なんかただグロいだけのやつが多いじゃん。別に俺血がビューとかぐちゃーとか見たいわけじゃないんだよね。ホラー映画をなぜ好きかっていうと、こだわりが好きなんです。ドア1個開けるシーン、
ただ部屋を映してるシーンにも効果音とか音です、音音とかカメラの映し方とか撮り方とかそういうのをすごいこだわってほしいんですよ。だからなんか変にストーリーを作り込んだりとかむちゃくちゃやる必要はなくて、その我々がイメージできるような、だからリングが素晴らしいのはテレビから貞子が出てくるって、まあ今の時代どの家にもテレビあるじゃないですか、着信ありだったら携帯あるじゃないですか、ああいうその自分たちの生活に関わってくるようなところにホラーが入ってるっていうのがすげえなと思うんだよね。めっちゃシンプルに怖いじゃないですか。うん、このぐらい水の底からとかアパートとかみんなアパート住んでますよ。なのでなんかそこがやっぱりジャパニーズホラーの真骨頂かなと思ってて、外国みたいになんかもうぐちゃー引かれるとかそういうグロテスクなものを求めてるものではなくて、ソーとかみたいな、ソーはまあ第一作とかめっちゃ面白かったけど、まあ後で鍋につれて面白くないよね、ソーもね。うん、1が一番面白いじゃん、1か2ぐらいがね。だからジャパニーズホラーはそういうグロで怖さを作り上げるわけじゃないじゃん、全てがね。そういうシーンもあるけど結局はストーリー、音、人間性みたいなところなんで、これやっぱ俺大好きだなっていう。だってあの何がすごいか、リングもそうだけど呪怨もそうだけど、何がすごいか、特にリング、ビデオテープね、あんだけ引っ張って最後だけですよ、貞子しっかり出てくんの、あれほど怖いものはないよ。一体呪いって何なんだろう、貞子って何なんだろうって、もう終わったかなと思ったら一番最後に出てくるね、最後あれで締めるんだよ。あれはねすごい表現、あんなに長くあって、なんだろうなんだろうなんだろうって想像させて思わせて終わったかなって思ったのに終わってなかった。でそこで最後姿を現す、でそれで終わりってめっちゃ怖ってなるやん、トイレ行けないよ。あんだろ、呪怨のかや子もそうやん、そう一番最後あれオムニバス形式になっていて最後かや子じゃん、あれは怖いよ。それこそ清水崇監督ですよね、呪怨だったらね、あれは日本しかないね、あの怖さはね。学校の階段わかるよ、野村さんのやつだよね、確か野村博信さんのだよね、確かね、うん、岸田京子とかが出てた、うん、学校の階段知ってるよ、テケテケとかのね、懐かしい。学校の階段とか1とか2とか3とか4ぐらいまであったんじゃないかな、あれモダンホラー、あれいい映画だよ。そう熊池先生でしょ、ゴミをするなよとか言ってこうやってさ、熊池ってさ、こうやってさ、用務員さんがいてさ、誰だこれをゴミしたのはとか言って、雲の化け物でうわー来るやつね、廊下は走るなよって言って終わるやつね。最後いい熊ひげさんが出てきてね、そう払われて廊下は走るなよって終わるやつ、うん、だから旧校舎があって、その時代のアベックが出てくるんだよね。そう間違えて旧校舎の扉を開けてしまって、で最後助けてくれるやつな、あれめっちゃいい作品よ。学校の階段はめちゃくちゃいい作品よ。で2とかはあの岸田京子が校長先生かなんかで66首なんだよね、ああみたいな。あともう一個なんか海外との共同制作のオンパクっていうホラー映画も今上映中らしいんだよ。でもどこでやってるか全然わかんない、まだ調べてないから。オンパクっていう、あの音量のオンに宿泊の泊って書いてオンパクっていうホラー映画も今上映中なんだよね。それはね多分クソ映画だと思う。そうあの恨むっていう感じ、そう呪音のオンに止まるって書いてオンパク、あそろそろ終わる、絶対クソだよね、あれ怖いらしいね、音拍。でもあの YouTube で見たけどさ、特報みたいなやつ見たけど、なんかあんま怖そうじゃなかったよな。俺がまだ見たこともないホラー映画知りたいわ。その女優霊って書いてたけど、柳幽霊の女優霊だよね。あれはレジェンド作品ですよ、あの時代の。いや素晴らしい作品で、怖さっていうよりかは、いやある意味日本ホラーの礎を築いたと言いますか、あそこから始まった感はあるよね。そのリングもそうだし、呪怨なんかもそうだけど、やっぱ女優霊から始まったっていう感じで、怖いっていうよりかはやっぱレジェンド作品ですわ。女神の継承知らない、残影は怖い、それは俺めっちゃおすすめ、あれはたたりだね。残影は怖い、ストーリーちゃんとしてていいよね、残影ね。あの追ってく感じいいよね、土地を調べ始めてなんでこうなったんだって言って、誰が前はここ住んでたんだって言って、あの追ってく感じはよくできてる。ブレアウィッチプロジェクト、あれもレジェンドだね。てかブレアウィッチでしょ、だってパラノーマルアクティビティとかさ、あの一人称 FPS 視点みたいな、だから昔で言うとブレアウィッチプロジェクトで、今で言うならパラノーマルアクティビティって感じはする。だってグロ系で怖くて面白いのテキサスチェーンソーとか、どう、海外の荒れた荒野で一家が住んでて
人ぶっ殺していくみたいな、テキサスチェーンソーとかは分かりやすくて怖くてグロくていいかなと思うけどね。クリーピー偽りの隣人は、あの香川照之のやつだよね。あれはサイコパス系だよね。隣人にやべえやつが住んでてみたいなやつな。スティーブン・キング原作。スティーブン・キング監督はね、もうドリームキャッチャーとかみたいなゴミクソ映画もあれば神作もある人なんで、当たり外れがえげつないんだよね。もう本当にゼロか100みたいな人だからね。いやでも昔のその海外ホラーでジェイソン、フレディ、チャッキーはよくできてるわ。あとちょっとバタリアンとかもあるけど、まあ、好きな人は好きかな。あと子供ながらにめっちゃ怖かったホラー映画テレビで見たんだけど、金曜ロードショーとか、ポルターガイスト、あれすっげえ怖かった印象。外国だったらポルターガイストかな。しかもポルターガイストとアダムスファミリーで出てる人めっちゃ死んでんだよ。あれはマジで呪いだと思う。ポルターガイストシリーズとアダムスファミリーシリーズって人めっちゃ死んでんだよね。そう調べたらいっぱい出てくるけど、ガチで呪いだと思う。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。